はい、どうもさん、こんにちは。ワイテルズの中村です。ブルークです。シャークンです。キントリです。スパルです。キリアンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぬるっと出てきた。ぬるっと出てきた。決まっとけよ。はい、あ、これなんで土持ってんだ。はい、はい。はい。今回は6人でリアル人狼やっていきたいと思います。おー、よっしゃい。珍しくキントリが喋れるの。喋れる。裏声じゃない、ね、そういう時ぐらいしかできないからね。裏声じゃねえ。久しぶりにやっていきましょう。はい。ということで、ルール説明はこちら。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 はい。さあ、どこで切るんでしょう。どうせカットですぐ。どうせか、最初のこちらでどうせカットされる。ああ、負けた。ここまで切られてない、今。今ここですか。ここも切られてない。ちなみに。リアル人狼。このリアル人狼は6人用のゲームです。そしてこの中には殺人鬼が1人混ざっています。さらにこの中には共犯者も1人混ざっています。残り4人は人間です。これは人間側4人と殺人鬼側2人の命を懸けたバトルです。人間側の勝利条件、殺人鬼を殺すこと。殺人鬼側の勝利条件、人間を全滅させること。はじめに6人全員に武器が配布されます。3人には3つの即死の弓、もう3人には3つの矢が。人間は殺人鬼を見つけ出し、集めた弓矢で撃ち殺す。特別な能力や武器は持ち合わせていない。殺人鬼、一撃で殺せる剣を持つ。ただし持ち運びは常に1本のみである。なお共犯者が誰かはわからない。共犯者、人間に紛れ殺人鬼の手助けをする。なお殺人鬼が誰かはわからない。このゲームは洋館内にて行われます。洋館は2階建て、1階の間取りはこのようになっています。ゲームが始まると、すぐに夜になります。夜のターンは、廊下にスケルトンが湧きます。死なない程度には、洋館内を歩き回って大丈夫です。しかし、このゲーム中は全員極度の空腹状態のため、スケルトンから逃げ続けるのは困難です。そのため、自分の部屋と食堂の中でのみ、食べ物を食べることができます。持ち出すことは不可能です。鍵がかかっているため、他人の食べ物を食べることも不可能です。夜のターンが2分経過すると、スケルトンが消滅し、昼のターンになります。そして、さらに2分経過で夜になります。これの繰り返しで、決着がつくまで続きます。ただし、夜のターンの間は全員ミュートにします。会話できるのは昼のみです。3日目の日が沈むまでに死者が出なかった場合、その時点で人間側の勝利となります。殺人鬼の剣はターンにつき一度までしか使えません。また、常にステーキを保有できます。それでは、ゲームを始めます。皆さんも一緒に推理してみてください。それでは、ルール説明分かったでしょうか？分かったね。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。部屋決めキャラで今のはい、その1、104、君上げ103。あー、エイムがずれた。いや、早い早い、弓矢ね。はいはい、あー、なるほど。よし、はいはいはい、ゴー、はいはいはい、ゴー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 。101はここ、あれどっちだっけ。こっちか。スマイル隣やん。そうですね。じゃあ、ドアの場所が覚えてない。テストがクリスマスだ。102。久しぶりなんだけど。人狼とか忘れたわ。超久しぶりだわ。なんだクリスマスかい。久しぶりのリアル決まりは。クリスマスに何やってんだ俺ら。おやすみ。おやすみ。おやすみ。さあ、どうも。夜に会いました。久しぶりだね、本当にね。じゃあ、まあ今回も頑張っていきましょうか。やばいやばいやばい。
やばいやばいやばい、なんでなんで、ちょっとやっぱ多いんですね、スケさんが増えたんでね、結構前のやつに比べて。どうすりゃいいんだこれ。いける。オッケー。ブルックは、お、奪いますね。やっぱブルック、ブルックやば。やばあの人。おう、おう、ワッツ。ちょっと待って、大きなスキルトン。ないですかね。まあね、人狼のポイントですけどね、とりあえずいろんな人を観察するということですね最初は。ぶっちゃけこのゲーム共犯者の力がちょっと弱いっていうのがあるからね、まあやっぱ共犯者のその実力が試されるゲームですね。まあ俺は共犯者じゃないけど、まあ、ここ最強じゃん。ちなみにスケルトンは倒せないんで、どう頑張っても。おい。なんだ、なんだ。あ、お前、こっちにやるな、こっちにやんじゃねえ、こっちにやんじゃねえ、お前。やばいやばいやばい、バカ。危ねえ。どうもおはようございます。あぶねー、死にかけたわ、シャークね。ブルック、全然あれ、ブルック生きてないから。いやいや、最初しか見てないね。最初だけ来た。ブルックあれだよね、スケルトンめっちゃ引きずった。めっちゃ引きずった。やばかった。めっちゃ引きずった。くっそ引きずった。今回食べ物あるから、今回は。ちゃんと。そうだよ。つけ死にすんなよ。体力4くらいになったら、もう部屋に戻るように心がけてる。心がけてる。もう遅くねえよ。ギリギリだね。ギリギリだね、めっちゃ今日仲良くて2人きりだったんだけど。おっ、おっ、ずっともじゃん。金時は見てないんだけど、金時仲。いや、俺下いたよ、バリコ。え、2階誰、2階。金時は2階誰、ブルック。ブルックか、ブルックか、ブルックか。あ、部屋、うん、キャンプ1階なの。ブルック1階だよ、キリアン隣だよ。あ、怖っ。じゃあ次、俺死んだらシャークね。オッケー。おい、そうやってね。そういうやつね。でもなんか、とりあえずじゃあ、効果はなし系。ん、どうするよ。ああ、言っちゃったんだよな、さっきの俺な。ああ。弓、矢、矢、さっきの弓って言っちゃったもんな。言っちゃった。あ、もう削除していくスタイルね。あんま覚えてないけど、誰がなんとか、今は。まあ、でもな、まだ何も起きてないからな。まあ、そうだね、死んでないから、なんとも言えない。まあ、あと2日以内だから。2日以内に何か起こるんです、確かに。平和村あり、ありで、ワンチャン。あり、ありだな。ブルちゃんだよ、ブルちゃん。コマンドの壁を越えた何かだ。何かがある。人狼でも平和なんで、そうそう、平和なんだよ。はい、相手は別に。あと10秒。大丈夫か。で、出てないね。てか、みんなさ、確かに、ウルだったら部屋帰ったけどさ、ここにいてもいいのこれ。いいよ。いや、お前めっちゃ緊張してね。お人狼、人狼、なんか、ちょっと怪しいぞ、今の。なんで、あんまり。俺もそんなんった。自分から弓と矢の交換を言い出すあたり、なんか。確かに、やっぱちょっと焦りが。共犯者じゃね。それは、それはちげえよ。初犯者は、あ、おやすみなさい。おやすみなさい。さあ、2日目夜ですね。まあ、とりあえず、みんなの同行。俺、誰もいない。ラッキー。いるじゃん。誰も来ないね。あ、トイレ開いてる。待って。ここ誰かいるっしょ。誰かいたでしょ、ここに。誰だろう。トイレ使うのは基本人狼なんでね。なんでかっていうと、トイレに回復アイテムないから。え、な、なに、なんすか、あなた。どうも、どうも。平和村だ、これが本当の平和村。どうもどうもどうも、平和ですね。リンゴうまいな。青森行きたくなった。ナイス。これで許せ。あ、スマイル、平和村だぞ、ここは。残念だったな。
平和を脅かさないで。シャー君と仲間いなくね？死んだ？仲間さっき聞いたよな。でもだとしたらスマイル怪しいぞ。ここにいるのは誰だ？ここ仲間の部屋でな。ってことはシャー君が死んでる？スマイル怪しいな。スマイルあっちから来たしね。おはよう。おはよう。シャー君生きてる。おはようございます。あれいるのかよ。あれみんな行ってね。お、じゃあ次の夜は絶対誰か死ぬのか。絶対誰か死ぬ。お前らスケルトンなんで襲われねえんだよ。じゃあ僕最初から部屋出るのやめたから。ずっと部屋に行ってぐるぐる回っては部屋に戻っては繰り返してたから。ずっと見なかったから死んだのかと思った。キラーのムーブしてるね。ね。どうしたどうした。これはスマイルだと思ってるけど。スマイルなら共犯者っぽいんだよななんか。聞いて聞いて。うん。はい。ああトイレにいた話でしょ。そう、キリアンがトイレから出てきたんだよ。あ、じゃあトイレのドア開いてたから、あ、誰かいるかもって思って入って出てトイレかどうなんだろうな。じゃあ開いてたから人狼が使ったのかなって思って入っただけで俺は。僕仲間かシャー君人狼だと思う。スマイルは共犯者っぽいな。スマイルちょっと共犯者臭がね。なんか露骨に、ね、なんか露骨にゲーム回そうとタイミング与えてる。確かにブルック交換戦いいよ。俺も混ぜてくんですんだから。僕指名。混ぜて。あざす。やってんねえ、やってんねえ。あ、じゃあ、はめられてますね。いいっすか。いいっすよ。おい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 おとりあえず殺さねえ。とりあえず殺すのありだわ。逃げてね。逃げてね。喋んないし。あ、喋んないし。まさかの。いや、もう、はいはいはい。はい、え？え？俺ミュートしてた。なんだよ。ふざけんなよ。いや、そういうか。いいよ、いいよ、そういうの。いいよ。遅延、遅延落ち。遅延落ち。時間ある。信じてくれ。はい、ただの共犯者。はい、共犯者。殺します。そうか、そうか。お。おやすみ。おっだい。さあ、夜になりました。まだゼロっていうのも怖いね。はぁ？はぁ？なんだこのクソゲー。こっちが下手に出てりゃいい気になりやがって。おい、やっぱお前じゃねえか。焦るわ。ステーキ見せちゃったからステーキ見せちゃったから。やんないと。だから本当に、スマイル共犯者だからスマイルは残しておこう。くそー。構えてたのに、パッて出しやがって。ああ。もう、つけ死にしちまえ。っていうか、なんでずっとシャー君ばっか人狼なの？おかしくない？これこのゲームおかしいよ。ヒントギ頑張って。俺の意思はお前が受け継ぐべきだ。あとブルックも普通に共犯者スマイルだと思うけどな。キントキさん、やっぱ好き多いね。あ、いっぱいいる。やばやば、地獄絵図じゃん。やば。おはよう。おはようございます。おはよう。やばい、死ぬ。キリアンじゃない、死んだ。ああ、死んだよね。キリアンだ。あれ喋ってなかったっけ。ああ、死んで、あれか、見たの。なるほどね。なるほど。
え、2階にいたんだけどさ。誰が？あ、誰が？うん。音が聞こえた。誰が？そう。聞こえた？どの辺にいた？俺は聞こえたんだけど、その時一回誰もいなかったから、多分みんな部屋にいたと思ったんだよね。一回誰もいない時期あったんだけど。その時どこら辺にいた？え、俺ここに。ここ、ここ。ここか。で、割とね、序盤でね。ここでシャーク見たんだよ。すげえ2体ぐらい連れてたでしょ。3体ぐらい。あれ、さっき交換したの誰だっけ？ああ、中盤だね、それ。ああ、じゃあキリンやられちゃったのかよ。シャーク見てたんだよ。自分の家の、そこのトイレのところから。ああ、で、どうだった？なるほどね。安全そうだった。俺はマジで音聞こえなかった。え、とりあえずスマイルやってみ？ダメ？は？いやもう。ダメだよ。キリアン。うん、でもスマイルなんか、絶対、ね、人外だよね、多分ね。人外だよ、人外だと思うんだよね。じゃあどうすんだよ。俺嫌だよ。交換する？僕ずっと部屋にいたけど、いい金時の部屋からチェスの声が聞こえてたし、金時。あ、え？あ、え？やー、やらかしたこれは。いいね。え、これいいよね、もう。これもいいよね。いや。え、だってもう、え？耳かまえてる、耳かまえてる、気をつけろ。俺がやらなきゃ、俺がやらなきゃ。なんだこいつ。俺がやられなきゃいいんだ。だって、スマイル強発でしょ？強いのよ。あ、スマイルストキングしてるぜ。めっちゃ強化して、あえてね。あえて指輪持ってるからな。やらかった。ほらほらほら。なんで今日交換しちゃったんだろう。なあ。ああ。ほら。地味に怖えな。俺は死ぬまで中の居場所を教えて。中の部屋、中の部屋、中の部屋教えて。104だ。よし、行きまーす。ああ、なんだこのゲーム。おー。別に。いや、中目、お、中目いいぞ、いいぞ。頑張れ、中目。まだ助かる。あ、ミスった。普通に喋ってるし。飛ばし待ちだな。ミートしろ、ミートしろ。もうしなくてもいいや。みんな喋る。PVP が始まったぞ。みんな喋ろう、みんな喋ろう。スマイルが。あ、スマイル、スマイルやってもらうか。スマイルが殴り殺したぞ。あれ、スマイルいいや、どっち？殴り殺しちゃった。殴り殺しちゃった。はい、終了。終了。おい。シャー君。またまたかよ、またかよ、またかよ、おかしいだろ、さすがに。おかしいだろ、おかしいだろ。おかしいわ。さすがにおかしいぞ。さすがにおかしいって。